ガニー、バサシー、梅酒、でかい、すっげえ、爆上がりテンション。これはすごいな。これやばいな。これカニどれぐらいあったっけ？1キロぐらい？たそたそ、あなたカニ食べれんのか？バサシはちょっと少なめにしとこうか。全部は無理か、これ。ね、これさ、いくらなんこれ？これ1万円寄付した分の返礼品やで。たそたそ、気になっとんか？こらこらこら。はい、たそたそは向こうで待っててね。はい、はい、どうぞ。ほんなら、じゃあまずカニを解凍するところから始める。ちなみにこちらのカニ、北海道の根室市っていうところのふるさと納税で、カニの上手な解凍方法、3分ぐらいで急速解凍してくださいって。じゃあこれ、うわすごいな、これ。ちょっと待って、マジで食べきれる？これマジでカニパーティーやな。カニパーティーしよう。うわやば量。ヘイシリー、3分測って。じゃあカニを解凍してる間に、この昆布だしでだしを取っていきます。150、300、450、500。あ、3分経った。はい、とりあえずお皿にのせるよ。うん、でもなんかもう美味しそう。大福君、だし取ってくれる？これ500入ってるから、もうこれ入れるだけで OK で。今日入れる鍋の具材、しめじと春菊、2割引き、白菜、豆腐、ちょろっと余りの人参。なんかバッグ、私しまった。なんか一部上に出てんねんけど。え、じゃあその一部食べるやつかな。食べるやつと食べへんやつを分けた。え、いや知らん、見て。え、じゃあ見てもなんか、どういうことこれ。え、いやいや、冷凍庫に入ってるやつがあったらそれが食べへんやつ。分けたってこと？え、いや知らんよ。知らんよって自分で入れたん。え、いやだから知らんって、っ覚えてないんやって。入れたか入れてないか。じゃあ覚えてないって最初に言ってそれ。え、じゃあ覚えてなかったです。じゃーん、新玉、すごい、こんないっぱい食べていいの？これはやばいな。少ないんかなと思ったけど、うん、切ってみると多いな。いや結構多いと思うよ。で、このおしゃ皿に、うん、いいやん。これどうやって持ったやろ、ね、ここに森の霊みたいなの書いてるやん、これ。あ、ちょっと重なってんのか、こう。確かに立体感出るわ。すごい、もう楽しみやわこれ。え、わあ、もうすぐ開けよるんやから最近。美味しそう。これは美味しそうやな。繊維目に対して垂直。なんやろ、繊維目に対して垂直。ん、意味不明すぎ、笑った。結局どっちに行ったやろ。もうジェリーたん、ほんま頼むって。ちょ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 、あー、ジェリーだ。あと食べ終わったら一緒に遊ぼうに。嫌がらない嫌がらない。あー、ほい、私玉ねぎ好きやからいっぱい持っとこう。風邪にいいからいっぱい食べとき。はい、はい。これさ、何で刺身って食べたらいいの？あ、確かに。ヘイシリー、カニの刺身につけるやつは何？やつってなんだ、やつ。違う、ラーメン屋なんか言ってない。まあ、飲み出され、飲み出され。これが佐賀県の伊万里市のふるさと納税。うわぁ、しゃびっくりした。はい、うわ、重った。何倍？あ、めっちゃいい匂いする。どんぐらい？ストップ聞いて。適当に。うわ、うまそう。じゃあ乾杯。1枚の上一緒や、やばいな。うわ、あー、うま、うま、え、うま、うまいな、これ。なにこれ、プリウム。すっごい梅のいい香りすんね。梅酒って後味めっちゃいい。わかる。で、逆にちょっと安い梅酒ってなんか後味なんかお酒っぽいというかさ、それが結構苦手なのよね。あー、だいぶ安い梅酒買おうとしたらめっちゃ嫌がる。いや、そうやね、安い梅酒嫌やねみたいな。でもやっぱりええやつはええな。うまい、うまいわこれ。うまい、うまい、うまい。でも思ってたより結構甘めかも。あー、まあ確かにね、それはそうかも。馬刺しの醤油がついてた。この醤油にニンニクと生姜を1対1で入れてやって。赤身。おー、いいの、こんなん食べて家で。やばいな。
熊本の馬刺し、いただきます。うまっ。あ、めっちゃ日本酒も飲みたい。あ、待って、めっちゃうまい。あ、うまい、やばい。うまっ。あだ、もうちょっ ちょっとやめて、もう今忙しい。あー、うまい。うまいな。久々やな、馬刺し。わい、ちょっとさ、一旦ビール飲んでいい？ビールも飲むか。馬刺しうまいな。やばい。この馬刺しが熊本県の南小国町っていうとこ。あ、これもうまっ。たてがみ、うまい、うん、馬刺しうまい。やばい。マジふるさと納税最高やねんか。おー、うわー、これやば。じゃあ、いただきます。うまい、うまいに決まっとる。いろんな部位あんのもいいね。うん、まだ届くからね、これ。いや、それあと 500g 家に来るから。めっちゃ幸せ。はい、食べよう。ほな、いただきます。バッチうまい。あー、美味しいんや、よかった。カニしゃぶしようぜ、カニしゃぶ。お、しゃう。お、あ、2、3秒とか出てたよ。2、3秒、こんなもん。うん、あ、うまいや、白なった。一旦このままいったろうかな。あー、美味しい。そうなんや。美味しい。しゃぶしゃぶ。ポン酢つけて。うん。絶対うまいやん。なんか冬感じてきたわ。あ、ほんま、今さらもう終わんで。冬終わんで。冬やなみたいな。そして何より、これをただ買ったんじゃなくて、どうせ納税してたであろうお金がこれに変わってきてるから。ふるさと納税って全員幸せな人しか登場人物おらんやん。笑った。まあ、納税する人も別に幸せやし、そうそう、される自治体も幸せやし、そうそう、それに関わってるね、こういう梅酒の人とか、あ、そうそうそう、漁業の人とかもね、嬉しいし。そう。うわ、贅沢に三刀流。三刀流笑った。カニの呼吸。カニ柱。カニの呼吸。お野菜も食べようぜ。うん、2の方やってんけどさ、1本ずつ食べてもうた。なんでや、それあかんやん、それ常に呼吸をしないと。分かる人、一部ちゃん。これカットか、これ。あ、でも4月からキングダム始まるから。あー、キングダムは外せへんな。キングダムは外されへんな。これ夜ゲームしながら飲みたいわ、この梅酒。あ、分かる。ちょうどいいやな、これだけで飲めるし。てかこれさ、ふるさと納税去年のさ、12月のほんま末ぐらいにさ、あ、そういえばやらなみたいな感じでわーってやったからさ、いくら納税できるかもようわからんままバーって選んだやん。とりあえず上に上がってきたおすすめみたいな。あ、そうそう、おすすめを選ぶみたいな、うん、うち実家のさ、鍋が大体この味しかなかったんやん。 100% 鍋といったらポン酢。そうなんや、99.8%。 たまになんかアサリの。アサリ？え、そう、あ、でも美味しいねんで、それ中華風のアサリの鍋、おしゃれなやつ出てくんねんけど、それだけ。知らん。 0.2% の確率で引く。ガチャやんそれ。レア、アサリの鍋。もう大体もうダシポン酢、ダシポン酢、ダシポン酢。サイ君ってほんまお笑い芸人になれへんの？なれへんよ、そんな。ここの笑いに最適化されてるから。タサタサ今日激しいな。カニか。カニ、あと馬刺しもめっちゃ書いてた。ああ、そうなんや。馬とか絶対負けるやん。ねえ、こうやってさ、切り身で並んでるからさ、こうやってなんやなんやとかやってさ、喜んでさ、実物のさ、もう実力差がありすぎるやん。あんな、これだって切り身になってへんかったら絶対その辺で縮こまってんで、うん、でもふすま開け出したらね、ちょこちょこコメントで来てたやん。そのうちすぐすま自分で開けますよって。で、そんな、でもうちのカスはどんなんできへんやろ思ってた。開け出した、この前のシシャモへの執念が、そのふすまを開けるっていうパソの呼吸。一の方、ふすま開けブス。うわ、これだってカニ雑炊やろ。すごいね。やば、超豪華やん。やばい、携帯いじってたらやりすぎた。うわ、もう全然知らないやん。それほんまに2人ともめっちゃボーっとしてたな。うま、めちゃカニの味出てる。はい、何これ、何コータン。パンナコッタ。私はこれ、アイス。栗原さんちのお裾分け。お裾分けあるか。出そう出そう、何しとんねん。よかったね、シェリーさん、こっちの部屋来れて。うまっ。うん、一口食べてみたかった。はぁ、なんか知りません。じゃあちょっとでいいんで。うん、あ、なんかこっちが濃いから味せえへんか。味せえへん。
なあ、そうだ、そう。痛い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 。わあ。お尻向けない。もう、なんやねん、これ。アイス美味しかった。アイスの感想会。皆さんも今年のふるさと納税お忘れなく。別にふるさと納税の提供動画ではないんですけど。それ、勝手にふるさと納税して。あ、いやでもすごい良かったからね。これはね、やらないと損みたいな感じちゃう。そうちゃう、ね、そう思ったもん。で、ちょっと嫁が眠たいそうなんで、そろそろ終わります。ほな。いや、名傍慢になってる。バイバーイ。笑った。